アントニオ・バリスネリ、アントニオ・バリスネリは、17世紀生まれのイタリアの医師、博物学者である。顕微協会望学のパイオニア、マルチェロ・マルピーニの弟子で、観察と実験に主眼を置いた科学者の一人である。ガッディカーノに生まれた。ローマのカトリックの学寮で学んだ後、ボローニャ大学で、マルピーニの下で学んだ。1684年に、モデナレッチョ・エミリア大学から、 医師の学位を得た。1706年、パドバ大学に招かれ、実験医学の教授となり修正その職を務めた。昆虫の発生に関して観察的研究を行った、マルピーギの後を継いで1696年から1700年に、発生の観察と実験を行い、多くの昆虫の奇妙な起源、人体に発生する虫の発生の考察などの論文を発表した。 医学者としても、観察と実験的方法を尊び、病気が顕微鏡的な寄生体による、生きた感染毒が原因であるとする説を指示した。ガリレオ・ガリレイと同じく著書を、ラテン語でなく、イタリア語で書いた先駆者である。医学的な見解は論争の中心となったが、1705年に、ロンドン王立協会の会員に選ばれ、モデナ公、リナルド・デステから、 世襲貴族に認じられた。自然発生説の歴史に関するヘンリー・ハリスの著書は、バリスネリの名声は実験の独創性と同じ程度の論争のうまさによっていたと評している。著書の内容が革新的であるにもかかわらず、異端審議書に協議に何ら反することはないという判断を受けたと記した。赤章母族にバリスネリの名前が付けられている。ありがとうございます。